まあまあ、難しい。まあまあまあ。まあまあ、のりこさん、まあ、今週はどうでしたか。はい、まあ、いい1週間ですね、今のところは。ね、はい、頑張っております。いい1週間。はい、今のところね、まあまだ木曜日ですけど、木曜日が始まったばかりですけど、なんとかやっておりますよ。はい、まあ、先週末っていうのかな、この前の週末は、まあ、私たち、まあ、こちら側はイースターウィークエンドだったから、結構ゆっくりしました。おう、はい、いろいろ、いろいろ出かけました。うん、あ、出かけるんですね。出かけましたよ。ちょっと話してもいいですか。はい、はい、どうぞ。経験、例えば金曜日ね、イースターフライデーで、まあ、仕事ほとんどなかったんですよ、レッスンが。まあ、ちょっとだけあって、うん、だから旦那さんとデートしたんですよ、カフェに。まあ、カフェデート、ね、で月曜日もほとんどレッスンがなかったから、うん、間にランチを食べに行ったんですよ。こんなこと本当にめったにないね。はいはい、カフェランチ、ね、旦那さんとでね、まあ、それはいいんですけど、うんうんうん、もうみんな本当にマスクしてないんですよ、ここの人ね。はいはいはい、で私初めてですね、それまでなんかもうやらなきゃいけないと思って、まあ、ちょっと日本人っぽいけどマスクしてたんですけど、初めてですね、うん、もう週末からマスクをするのやめたんですね、まあ、初めてっていうか、すごい精神的に怖かったんでっていう話をしたいんですけど、逆に私はもうマスクしてない生活がイギリスで始まったから、こっちに慣れなきゃと思って、うん、もうもちろんね、まあ、ある意味マスクをしてる方が変に見えるっていう世界にいるわけです。そうで、マスクを外してみたんですね、うん、カフェの中でも、はいはいはい、注文する時でも、はいはいはい、レストランでも、でも本当にドキドキして、大丈夫かな大丈夫かなっていう、なんか弱い気持ちの私がいましてね、なんかちょっと嫌だったっていう話ですね。はいはい、どっちがいいのか、まるでヌーディストになるみたいな、そんな感じです か。いや、なんかうまく説明できないけど分かってくれたかな。そう、なんかそういうことじゃない、あれでしょ、やっぱり、ね、まだ心配している、そうそうそう、まあ、そういう自分がいる、はい、でもなんか外してみた、うん、まあ、弱いというか、ね、まあ当然ですよね、やっぱり今までは、うん、まあ急に変わりました。そう、 ね、そう、今までは変わったから、そうそうそう、マスクをしなければ本当に危ないみたいなことを言われて、うん、そう2年間ね、マスクのある生活をしました、はい、そうで、マスクを取ってくださいと言われると、急にね、うん、言われると、まあ、取ってくださいと言われたわけじゃないけど、自由なんですよね、もうね、選択肢として。でもみんなもうしてないという生活を送っていて、うん、なんかドキドキしながらコーヒーを飲むという、はい、うん、だからそっちに今度慣れなきゃいけないっていうね。そうそう、これね、結局慣れなんですよね。そうなんだと思う、うん、なんか今日の日本のニュースでも言ってましたけど、うん、まあ、アメリカやね、ヨーロッパでマスクを取り始めてるっていうニュースがあって、うん、そうで、日本人にインタビューをして、あなたはマスクを取りたいですかっていうようなインタビューをしたら、うん、どうだったんですか、そのニュースでは。まあ、やっぱりその取りたいという人と、うん、まあ、なんかちょっと怖いですね、まあ、うん、なんかこう、まあ、今までずっとつけなくてはいけないっていうふうに言われてて、もうつけることに慣れてしまったんで、またつけない生活になれないといけないのかなみたいな、のりこさんとね、同じようなことを言ってましたね。でも日本ではまだほとんどしてるんでしょ、今のところは。まだね、そうですね、はい、今のところはつけてくださいっていうことですから。ただね、このマスクの話になると、よく日本で特に女の人が化粧しなくていいからマスクをつけたいですとか、うん、なるほど、なるほど、男の人でもひげを剃るのがめんどくさいんで、うん、マスクをしたままがいいですみたいなサラリーマンとかがいて、うん、その話をされると、ちょっと、うん、なんかちょっと話がこう変わるじゃないですか。変わりますよね、意味がね、はい、うん、まずこのウイルスのために、コロナウイルスのためにマスクをしてます、ね、だから、コロナウイルスのためにマスクをしたいですか、それとも取りたいですか、そういう話なんで、他の理由を言われると、ちょっと、ね、はい、じゃあ今までマスクつけてたのは何のためってなっちゃうね。化粧のためじゃないでしょみたいな。そうですよね、はい、でもいつもそういう意見を言う人がたくさんいるんですよ。ああ、そっか、そう、はい。そうなるとね、他の国に比べるとちょっと難しいのかな。まあ、僕もちょっと複雑な気持ちがありますけどね。うん、はい、もちろん。そう、うん、
まあでもね、本当に面白かった。なんかその久しぶりにカフェとかそのレストランで、ね、その時間帯に行って、もう私ちゃんと見たんですよ。誰一人マスクしてなくて、気持ちいいぐらい。で、これはなんかパッと見た目、もうコロナの前に戻ったぐらいの感じ。はいはいはい、でもコロナはそこにあるんですよね、もう。うん、はいはい、もうすごい面白いなって。かかってしまいましたかね。はいはいはい。面白い経験でした。そうですね。何を食べたんですか？レストランで？うん。あのランチはですね、私はあのチキン、鶏肉、ちょっと何ですかね、ソルト&ペッパーチキンみたいな、よくわかる。でも美味しかった。オーブンでローストしたよ。うん、なんかね、多分フライですね。唐揚げっぽい。あ、唐揚げ。旦那さんはもちろんハンバーガーを食べてました。はいはいはい。はい、旦那さんバーガー大好き。うん、まあまあ美味しかったですよ。雰囲気も楽しかったし、うん、なんかいい感じでした。いいですね。それ、うん、そうそう、お出かけしてね。はい。たまにはいいですね。はい。そのカフェは何ですか？カフェもあのケーキとか。あ、それはね、コーヒーだけ、コーヒーだけ飲みました。うん、はい、本当に。そうそうそう。デートっていうからなんかあの話したりするんですか、カフェで？いやいや、もちろんもちろんね。え、で、え、何？手と手をつないで、手と手をつなぎ合って。まあ、手はつながなかったけど。あの見つめ合って、あのおでことおでこをつけて。いや、それはちょっと気持ち悪いでしょ。うん、いやいやいや、あの、私たちの席はね、カウンターみたいな席だったから、横に、だからあの、向かい合って座れなかったんですけど、ああ、横にね、はい、横にいましたね。あの、腕と腕を絡めて。いや、それはしないね。うん、それはしないけど、なんか話はしました、もちろん。会話はありましたよ。前を向いたまま。前を向いたまま。カウンターで横に。座って、そうそうそう、前を向いたもの、うん、まあちょっとなんか体はね、なんかちょっと斜めにちょっとな、二人で前を向いたもの、はい、スパイみたいですね、こっちを向くんじゃないカウンターでね、横になってな、ね、前を向いたままこっちを見るんじゃない、そのまま話せまあまあ、あの遠いがかりの人を観察しながらあ、よくのりこさんがやってるヒューマンウォッチング、そうですね、人間観察、まあでも会話はしました。はいはいはい。なんか出かけました？最近奥さんと。ああ出かけましたよ。あ、僕もね今週結構いろいろそういうことをして。うんうんうん、いいですね。はいはいはい。カフェ？レストラン？あのすごいとこ行きましたね。どこですか？はい。まあある日、まあ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 近所ですね。電車で2駅ぐらいのところに行って、なぜそこに行ったかというと、なんとなくです。なんとなく、本当に。なんかこう、2時間ぐらい時間があったんで、まあ3時間ぐらいかな。でも、あの、ちょっとあの、いつもは行かない駅で降りてみよう。ね。まあ東京っぽいですよね。はい、それはアドベンチャーですね。はい。そう。そして、ちょっと歩いてみよう。で、ちょっと雨も降り出して、まあ、カフェでも入ろうかって言って、まあ、喫茶店とかカフェを、まあカフェと喫茶店はちょっと違いますよね。ちょっと、うん、喫茶店っていうとちょっとあの古い感じね、うん。カフェっていうとちょっと新しい感じですね、ニュアンスとして。うんうんうん、まあ喫茶店とかカフェがたくさんあって、ここはどう？ここはなんかちょっと面白くない。ここはどう？まあちょっとチェーン店だしやめよう。みたいな感じでね。うん、歩くじゃないですか。で、はいはいはい、一つ良さそうなとこがあって、でもなんかつまんないな、普通すぎるんですよね、はい、はいはいはい、普通のカフェで普通のコーヒーと普通のケーキを食べても思い出にならないじゃないですか。うん、なるほどなるほど、はい、はい、それでそれででちょっとネットで調べますよね、うん、まあスマートフォン取り出して調べたら、うん、なんかこう何、ここま、ここに来たなら絶対行くべし、ね、行くべき、その、はい、なんかあの早く行ってくださいみたいな、はい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 、おすすめの、はい、おばあちゃんが元気なうちにみたいな、そういうところがあってですね、はい、なるほど。で駅の反対側だったんですけど、そこに行こうって言ったら、まあ奥さんはちょっと遠いって言って、でも僕はいやいや、あの信じてついてきてくれ、絶対面白いはずだから。なるほど、調べですね、せっかく、はい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 。でその駅の反対まで行って、面白い、まあ、ありましたよ。すっごい古い建物、本当に古い、うん、
で中に入る、ね、入るときに奥さんにここだよって言ったら奥さんはへえなんかここなのみたいなね、はいはい、ちょっとお化け屋敷に入る前みたいなね、なんか本当にこれ大丈夫、場所が東京に壊れないみたいな、うん、で開けたら本当90歳、本当に100歳かなっていうおばあちゃんが、腰がすごく曲がってて、うん、はい、もう本当にいらっしゃいませどうぞ2階へどうぞって言って、あ、で待って2階席があるんですか、はい、基本的に2階しかないんです、なんか入っていきなり階段で上に上がる、すごい場所ですね、はい、それ、はいはい、でもそのおばあちゃんは1階にいるの、あ、なんか1階散らかりすぎててね、なんかもうあの座るとこはないんですよねすごい物が多すぎて、キッチンには男の人がいるんですけど、不思議なところです、ね、顔は見えないんです、不思議な世界に入りました、ね、はい、不思議な世界に入っちゃった、うん、そして階段を上がるんですけど、階段が小さすぎるし急すぎるし、あ、なんか今私も急なところなんだろう、はい、すごいイメージがありました、その通りですね、はいはい、揺れてるんですよね、壊れ大丈夫かこれ危ないですね、はい、最近ちょっと、はいはい、あの地震が多いですから、ちょっとこれやばいなと、はいはいはい、うん、で上に行ったらもう上もすごいんですね、古いし暗いし臭いしね、タバコですね、タバコの匂いがすごい、それは嫌だ、はい、ただ写真でね、これ写真を撮ってあの生徒さんとかに見せたんですけど、写真で見るとすごくいい感じの雰囲気が出てるんですけど、あ、確かに レトロチックなんで、かなりレトロです。あ、はいはいはい、まあ、匂いは写真でね、匂いは分かります、そう、匂いがなければね、そう、タバコがなければいいんですけど、確かにね、それは残念です、ね、そう、ちょっと残念ですが、ね、染みつくからね、はい、染みつくから、でまあでも座って、はいはい、ね、でもおばあちゃんその階段上がってきたんですか、そうなんですよねおばあちゃんが上がってきて、でメニューをね、お決まりですか、そうメニューはこちらですって言ってね、うん、で、まあ、メニュー、まず最初メニューくれたんね、はい、メニューくれて、うん、で僕たちがこう見てるときにおばあちゃんは、はぁーとか言ってこう椅子に座ってもうなんかそうもう階段上がってきた時点でね、もう大変だったんですよね、そう疲れちゃって、もちろんもちろん休んでたんですよ、で僕なんかちょっと悪い気持ちがしますね、え、これ大丈夫ですか、そう大丈夫かなこのおばあちゃんみたいなね、はい、まあ、でも僕はまあコーヒーを選んで、ーー、まあやっぱりね、奥さんもコーヒー、あのなんかねすごく面白いコーヒーでしたね、何なんかまあコーヒーに生クリームを入れて、うんうん、それを混ぜてカプチーノみたいな、生クリームパカプチーノみたいな感じ、ホイップクリームカプチーノ、ホイップクリームですね、甘いホイップクリームでコーヒーをカプチーノみたいにして、そこにシナモンが刺さってる、うん、なるほど、シナモンで混ぜて飲むんですけど、すごい美味しかった、びっくりするぐらいそっか面白いね、はい、じゃあ意外な、またはい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 、はい、一応名前はカプチーノなんですよ、全然カプチーノじゃないんです、そんなカプチーノは見たこともないし、あとシフォンケーキも美味しかった、はい、美味しかったんですけど、まあ、うん、おばあちゃんがそれ「はい」とか言って下に行って持ってくるんですけど、カタ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 って、そう頑張ってるね、そう、すごい怖かった、本当に怖かったんだ、はい、美味しかったけどね、美味しかったけどちょっとあんまり無理してほしくないというかね、おばあちゃん、ただねこれね生きがいなんですよ多分、そうですね、生きがい、ね、この言葉、うんうんうん、生きがい、はいはいはい、ね、生きがいというコンセプトは最近あの英語でもね、あのなんか本が出たりしてね、うん、生きがいというのはなんか生きる意味みたいなものですよね、そのおばあちゃんにとってこの70年ぐらいやってるお店らしいんですけど、うん、はい、多分20代の時から多分、まあ、おばあさん的にはやりたいんでしょう、ずっとこれからもね、やりたいんでしょうね、はい、うんうんうん、でまあすごいなと思いました、本当に、はい、素晴らしい、うんうん、そう、やっぱり東京にはね、なんかそういうお店がまだ
たまにあるんですか。すごいね、これは面白い発見でした、はいはい、そう、70年ぐらいや続いてるお店ねえ、うん、常連さんが来るのかしら。まあ、常連さんもお年寄りかもしれない、まあ、ちょっと分かりませんね、どういう人、あの、他にお客さんいなかったの？僕たちが出るときに一人若者が来て、なんかおばあちゃんに挨拶してタバコを吸い始めました、ね、まあタバコ吸っていい場所ですからね、うん、僕たちがいた入ったときは誰もいなかったですけど、あの、なんか面白いね、うん、不思議な空間、不思議な世界に足を踏み入れてしまいました。でもあのそこを出てね、あの、いい経験をした。そうだね、うん、たまにはなんかやっぱ冒険は必要ですね。冒険、小さい冒険ね、ね、よかったよかった、いい、面白い、はい、うん、だからなんかこのね、スターバックスみたいなそういうとこにいつも行くのはちょっと面白くない、ね、確かにね、はい、だからたまにはね、そういうローカルのお店に、うん、たまにはというか僕はいつもそうですけど、うん、あのそういう個人のお店ね、個人店、うん、小さいお店に入りたいです、ね、うん、なるほど、うん、なるほどなるほど、よかった、やっぱそういう冒険必要です。はい、のりこさんもそうですか、いつものお店はチェーン店じゃないとこ選びますか。あのね、その私がこの間行ったカフェはチェーン店じゃないんですね。だからそのローカルな、うん、多分私の中ではベルファストで一番美味しいコーヒー屋さんだと思ってるんだけど。お、そういうこと、うん、で、そう、スペシャリティコーヒー。はい、そうですね。で、そこの私はコーヒーも毎月サブスクして、ああ、そういう、そういうこと、ね、豆を買ってもらって、はいはい、ね、買ってるんですけど、はいはいはい、うん、あのコーヒーをサブスク応援したい、そういう店よね。もちろんもちろん、コーヒーをサブスクして自分で作ってるじゃないですか、家で、うんうん、それとお店で飲むコーヒー違いますか。へえ、いや、いい質問ですね、うん、もしかしたら同じかな。でもなんかやっぱり美味しい、うん、雰囲気でしょうね、美味しく感じる、うん、だからその日は、ね、旦那さんと久しぶりに行ったというポイントもあるし、なんかその春のね陽気でいい天気だったっていうのもあるし、なんか楽しいっていう雰囲気もあったから美味しく感じましたよ。のりこさん、ロマンティックですね。ロマンティカ、ね、ロマンティックじゃないよ、はい、私、はい、いやいや、もしね、僕の奥さんが、いや想像できないけど、うん、なんか今日はあなたと一緒に飲んでるからコーヒーが美味しいわとか言ったら僕はもう倒れますね。なんか、いや、そんなことは口に出さなかったけど、でもすごい、あの、何ですか、あの、いい、私は機嫌が良かったと思います、その日。今度言ってください、旦那さんに。多分彼は。言わなきゃいけないか、口に出して。いや、言った方がいいと思う。ああ、そっかそっか。うん。なんかこの。来てくれてありがとう、みたいな、うん。なんかこのチキン、美味しい。ああ、そっかそっか。あなたと一緒に食べるから。そっかそっか、そう言わなきゃいけないですね、うん、すいません。今も遅いけど。今日の朝のコーヒーも美味しい。あなたと一緒に飲んでるから。そっか、そうだよね、そうだよね、そんなロマンティック、そんなロマンティック、そうだ、たまにはそう言わなきゃいけないかもしれない、はい、もし僕がそれ言ったら奥さんはあの不思議な顔をするでしょ、うん、君と食べるこのパスタ美味しいねとか言ったら奥さんが、ね、ええなんかこのこんな感じ、そう何わかるわかる分かる、何が欲しいの、あ、何が欲しいの、なるほど、まあね、ちょっとしたね、スペイン語でね、何が欲しいの、ケキエです、ケキエです、そうそう、それはそれで面白い会話になりそうですけどね、はいはいはい、大切ですね、うん、子供はそんな感じですけどね、パピ大好きだよとか言って、どうしたのって言ったら、任天堂スイッチ買って。ああ、そっか、お願い事が来るんだ。なんだよ、それ。うん、じゃあ、パピ大好き。わかりやすい。そうそう。わかりやすいですね。うん、まあまあ。ロマンティックにしないと。のりこさんみたいな、本当に。いや、これも久しぶりだったんですけどね。そんな考えさせられます、いつも。いつもいつものりこさんと話したらもう考えさせられますよ。本当に、いや、そんなことはないと思うけどな。はい、やっぱり、あの、まあね、そういう気持ちで、やっぱり夫婦の時間、はい、
大切ということですね。はい、僕もタバコ臭い場所にしか連れて行かなかったよ、奥さんね。でもそれは面白かった経験でしょ、でも。まあね、まあね、懐かしい感じがしましたね。ね、あの、なんか僕はその、多分10年ぐらい前までそんなデートばっかりしてましたよね。あの、本当ちょっと変なところに連れて行くみたいなね。まあ想像できると思うんですけど、なんかこう東京の変な店とかを探して奥さん連れてってびっくりさせる。ところがあるんだぞ。何ここみたいな。はい、でもそれはそれで面白い。やっぱりなんか最近ちょっとセーフなチョイスが多かったんですけど。そうだからね、はい。ちょっとチャレンジで。ちょっとチャレンジでたまにねやばっとか思いますよね。入ってみたらやばいここは。そうか。でもやっぱり深夜食堂みたいな店を探すのが好きですからね。ああいう知ってますよね、深夜食堂。もちろん、はい、ああいうお店があるんですよ、ね、東京、はい、嬉しいですよね、そういう。そうそう、そういうお店に入って、マスター、あれ作ってよ、なんだい、オムライスみたいな、ね、オムライス食べたいな。オムライスは結構簡単ですよね。でもその卵のふわふわは難しいとこじゃないですか。もちろんもちろん、もちろん。でもそのイギリスにあるもので作れますよね。まあ、ケチャップだってあるし、ね、あるあるある。意外とケチャップのご飯美味しいんですよね。これはものすごく日本っぽいことだと思うけど、はい、チキンライスを作って、玉ねぎと鶏肉と、まあ、ちょっと人参かな。いいな、私今日昼ご飯それにしようかな、はい、チキンライスを作って、ありがとう、いい、卵、ふわふわ卵、うん、はい、そうふわふわ卵をね、はい、じゃあその手に載せればいいんでしょう、ね、はい、その写真をインスタグラムにインスタグラムに。いやいや、私あんまり料理やっぱ下手だから料理を写真に載せたくないですね。そうで、やっぱ写真の撮り方もあるじゃないですか。私多分ね、写真の撮り方下手なんですよね。旦那さんにいつもこなんかちょっと注意されこんな下手な写真を撮ってみたいな。上から撮ればいいんじゃないですか。上から撮る、なんか下手ならしい、旦那さんに、うん、言われる、いつも、うん、愛がないんです、写真に。なんかいや下手なんです、技術がないです、本当に技術がない、うん、なんかだからそれもあるじゃないですか、美味しそうに見える写真。まあまあ確かに ね、はい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 。技術技術がない、本当に技術がない。まあまあまあ、のりこさん、まあ、こんな感じかな、そろそろね、時間ですけど、はい、今日も一日頑張ってください、はい、ありがとうございます、お互いに、はい、また来週、はい、いつものようによろしくお願いします。はい、また来週よろしくお願いします、はい、失礼します、はい、ありがとうございます、はい、バイバイ。